こんにちは、ゼキザップです。今回は前回の動画の続きで伊豆ル原弁天池から足利の方にあるパン屋さん渡辺製パンの方に行って自分の昼飯を買いに行こうと思います。で、前をあれですかね、高速道路が走ってますね。北関東道になりますかね、まあ、そちらの方をくぐっていけば多分足利方向になると思います。ちょっとよく道分かってないんですけど多分大丈夫だと思います。まあ、こういった田舎の道ですね。自販機とかに屋根がついてたりしてますよね。でこういった田舎のね、低速でとことことコーナー曲がっていると非常になんかカブに合うなって感じで音が心地いいですよね。まあ、若干上り坂なっていうところもあるんですけど非常にこういった道はなんかカブに合いますね。快調に走っているんですが、なんだこの先行き止まりらしいですね。行き止まりになるのかな。いや、看板に従った方がいいかもしれないですね。ちょっと U ターンします。まあ、カブなんでこのぐらいだったら U ターンできますね。まあ、栗が落ちてますね。これじゃ旅先でパンクした時のかどうなるんですかね。まだ自分ちょっとパンクとか何もわかんないんですけど、ロードバイクとかだったらパンク修理とかそういうのはやってたんですけど、カブとかのバイクのパンクってやっぱり大変なんですかね。硬いんですかね。また止まりいけないか。あー、なんかゴルフ場の土地みたいですね、この先は。また引き返すのか。とりあえず高速道路に従って走っていけば着くと思うんですよ、足利には。と思ったらやっぱり、あ、なんかダメですね。抜け出せなくなってますね。高速道路がよく見えますね。なんかこんなところ走れるんですね。向こうから見てもちょっと不思議でしょうね。なんか黄色いヘルメットかぶったやつが走ってるわって。こういうところ走るのも初めてだからなんか新鮮ですね。高速道を降りていきます。あ、けど田んぼ広がってるんで元の道か。まあ、けどなんかそうですね、ようやくなんか戻ってきた感はありますね。はい、T 字路に来ましたね。こちらを左に行こうかなと思ったんですが、いや、高速道路くぐってるからこれってもともと来た道を左行ったらまた行き止まりをずっと繰り返すのかなと思って右に行きます。右に曲がって正解でしたね。完全に元の道に戻ってくることができました。いや、左に曲がってたらまたひどい目に遭ってましたね。助かりました。あ、結構いいですね、黄金色が。真ん中にポツンとね、本堂が見えましたね。これでもうあとはまっすぐ帰るだけとなりますね。この上りきついですね。結構カブちゃんがうなってますね。上りの50キロ制限はちょっとカブには酷ですね。トンネルを抜けると、この道結構好きなんですよね。トンネル抜けた先の道が結構開けてて見晴らしがいいんですよね。まあ、自分は車でこの道は結構通るんですけど、車で通ってるとこういった田園風景とかがすごいドライブには最適なんですよね。ただちょっとカブにはね、後ろから車が来たらちょっと嫌だなって思うようなスピード感の周りの凄さですよね。はい、でこちらはトンネル通りですね、足利の。まあ、名前の通りトンネルがある通りです。はい、トンネルを抜けました。トンネルを抜けて、まあ、足利学校とかがある方ですね、293号ですかね、そちらの方に入っていくので左折していきます。はい、目の前にあるのが渡良瀬川ですね。渡良瀬川沿いはよくね、こうロードバイクとかで、まあ、この左側のサイクリングロードとかは走ってるんですけど、こうやってカブで
川沿いを走るというのは初めてですね。いや、これから川沿いをカブで走っていくのもいいかもしれないですね。でこれが緑橋ですね。まあ、色が緑ですからね。でこの辺からよく花火とか見えるんですよ。8月とか鹿川の花火大会とかがあって、でそれで自分も毎年のように見てたんですけど、ちょっと今年は、まあ、コロナの影響で花火大会自体がなくなってて非常に残念ですね。やっぱり夏のイベントといえば花火ですからね。それがないといまいち夏を味わったなという感じがしないですよね。今年の夏はなかったかなという感じの、そんな夏でしたね。はい、そして渡良瀬が渡り切ったので、いよいよですかね、まあ、こちら左側にあるロアっていう、まあ、大麦ダクワーズのお菓子が有名なお店です。で看板が非常に分かりにくいんですよ。まあちっちゃいパン屋さんなんで。こちら左側にあるのが渡辺製パンですね。あ、ちょっとキューブが邪魔ですが、まあ、駐車場がないんでちょっとしょうがないんですよね。はい、渡辺製パンでパン買いました。で今回買ったパンなんですけど、メンチじゃないかハムカツパンと卵パンと、あとはコーンパンと、あとカレーパンですね。これ驚きなのか、全て120円なんですよ。いや、令和になっても120円でパンが買えるってすごいありがたいですよね。やっぱりもう小麦粉の値上がりですとか、やっぱりそういろいろあって今パンって結構高いじゃないですか。あとおしゃれなお店とか言うと単純なパンだと200円とかしたりしますよね。こういった地元の昔からあるパンってやっぱりいいですよね。まあ当然シャレなパンとかはないんですけど、ナポリタンが挟んだようなパンとか、ああいうのすごい懐かしいですよね。ああいったパン屋さんはどんどん続いてほしいですよね。でパンなんですけど、まあ、コーンパンの方は、まあ普通のコーンパンなんですけど、卵サンドパンの方は素朴な味わいですね。まあ、自分はしょっぱめな味がいいんでちょっと塩足しちゃったりするんですけどね。あとカレーパンなんですけど、あれカレーパンは自家製のカレー使ってるんで結構子供向けな味付けではあるんですけど、それがまたいいんですよね。ただスパイスは効いてるんで結構大人でも食べてても、ね、甘いなと感じることはないようなパンですね。今回のツーリングも結構充実しましたね。なんだかんだ朝7時から出発して11時までの、まあ4時間ぐらいですかね、まあ、4時間なんですけど、まあ、ダムも見れて、まあ、湖、まあ、梅田湖ですけど一周して、で出流原弁天池を見れて、でパン買って、うん、まあ、臨時休業が少しは充実したのかなと、まあ、やっぱり先々やっぱり不安ではあるんですけどね。まあ置いといて、まあ、こうやって休みの時はカブ使ってツーリングして、まあ、見たことない景色とか、まあ、そういうのを見て楽しめていければいいかなと思っています。で今回の走行距離なんですけど、だいたい90キロですね。ただメモリーの方は前回満タンにしたんですけど、まあ、1メモリーも減ってないんで、うん、まあ、今回は給油はしないでおこうかなと思います。でそれではまた次の休日が楽しみになってきますね。まあ、次の休日が天気が良ければいいなと思っています。それではここまで見ていただきありがとうございます。もしよかったら次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。